皆さんこんにちは。今回やってきたのは九州大分県の大分になります。別府駅からは10分程度で来れます。大分駅もねやっぱり大きいですよ。別府もねもちろん大きいんですが、大分がねやっぱり県庁所在地ということもあってね、電車も多くの路線で発着ということになっています。大分駅はねかなりのターミナルなんですよね。日本本線南北にね、北は小倉とかね福岡の方に行けたりしますし、南は宮崎も行けたりするんですよね。もしくは熊本の方に行く豊肥本線とかもあります。結構ねターミナルになるんですね。3本大きな線が通っている、そんなイメージですね。大分駅前にもゴールドポストがありましたよ。これは東京オリンピックでね金メダル取った選手のことをね叩いて置かれてるんですけど、野球ですね。源田選手大分出身ということで、ゴールドポストが駅前にありました。さて今日はね大分で何していくかというと、やっぱりグルメですよね。大分グルメ、これはねいろいろ巡ってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。大分にはこんなに大きなね商店街もあったりします。かなりね栄えてることがわかります。そんな中でまずは名物団子汁っていうのをねいただいてみたいなということでやってきました。高尾屋さんですね。こちらも中心部からそう離れていなくてですね、とても来やすい場所にあります。なんと100周年の歴史があると。ミシュランのね乗ったこともあるみたいですね。さあメニュー開いていきましょう。やっぱり名物の団子汁&鶏天セット、こちらねかなり魅力的ですね。頼んでみましょうか。食材のこだわりということでね、こちら美味しそうです。店内もとってもね綺麗で落ち着く空間となっています。まずは団子汁からいただいていきましょう。いやー美味しいですね。染みます。これがね団子なんですね。大きいですよね。団子っていうぐらいだから丸いのかなと思ったんですけども、ほぼ麺と言いますか、ね、とっても小麦の美味しさがね伝わってきます。お味噌汁の味自体もとてもまろやかで美味しいんですね。しかも鶏天もついてますからね。鶏天どうやって食べるのかなと思ったんですが、このタレにつけて、あとねからしなんかもつけていただくということになってるんですね。これはもう必須のね、もう大分名物揃い踏みの定食ということになるので、とてもねおすすめなセットメニューかなと思います。いやー美味しかったです。高尾屋さんいただいてまいりました。ごちそうさまでした。100年のね歴史があるんですが、とっても入りやすくてですね、入った時も優しそうな方がですね温かく迎えていただいた、そんな印象がありますね。さてまだまだ街をね巡っていきたいと思います。大分市役所をね横目に見て、すぐ横にはねお城の跡もあったりしますし、フランシスコ・ザビエルさんのね銅像もあったりします。各地でね布教されてたんですけど、この大分でも布教ねされていたということみたいです。さあさらに歩いていくと、ちょっとね曲がったところ、少しね住宅街チックなところにあるのがこちら高田屋さん。唐揚げですね、いろんな種類があります。骨なし、鶏皮、本尻、手羽先ぶつ切りとかもありますね。いやいろいろ食べたくなってしまいましたので、一種類ずつね買ってみました。食べてみましょう。いただきます。美味しいですね。揚げたてだったので、まあ、当然ね美味しいっていうのもあるんですけど、味がね非常にさっぱりしています。美味しいですね。やっぱり本場の唐揚げってこんなに美味しいんだなと思いながらね、手羽先とかもね唐揚げでいただいてしまいました。いやー美味しかったです。さてそろそろあたりが暗くなってまいりましたが、大分駅はこんなにね綺麗になるんですね。左側に見えているのはホテルブラッサムですね。 JR 系のホテルになります。一番上にはね温泉もあったりするんですよね。その温泉は外からでもね入れます。泊まってなくても入れるんですね。大分駅の中入っていきましょう。レストラン街があります。関アジ、関サバっていうのがねよく聞くと思います。大分名物ですよね。そういったお魚も食べられるのが寿司まどかさんですね。アミュプラザ大分店ということで、駅ビルの中に入っています。いろいろねお寿司美味しそうでした。中でもねちょうど関サバっていうのが食べれました。リーズナブルにねいただけるのでありがたいですよね。いやもう色がね見るからに透き通ってますよね。こんなのいいのかなっていうぐらいのね色がね全然違いました。味も澄んでいてとても美味しかったですね。
一本釣り、もう少し大分市よりね、東の方に行ったところにね、佐賀の関というところがあります。だから関味、関サバって言うんですね。とっても有名なお魚、食べることができてよかったです。さて、大分駅の反対側、結構ね、落ち着いた印象になります。南側の方ですね。大分駅はやっぱり北側がメインなのかなという感じがありますね。路線図見ていきましょう。大分駅からね、左側にニョキッと2本出てます。こちらがね、久留米に行くのと熊本に行くのになります。そして南北に貫いているのは日本本線、宮崎と、あと小倉、福岡の方ですね、行くことができます。大分より北側はね、やっぱり小倉と、結構大都市がありますので、かなりね、本数も多いのかなと思います。駅ビルのね、中1階にも結構なね、レストラン街があるんですよね。大分ラーメン、大分ラーメンってね、あんまり聞いたことないかもしれませんけど、有名店福屋さんがあります。こちらでね、ラーメン食べていきましょう。いやー、美味しそうですね。やっぱりあの九州のラーメンという感じがね、少しありますね。スープはね、豚骨ベースになっていました。卓上に調味料もいろいろあるので、合わせてね、味変したりして食べれるんですよね。大分に来てしまうとね、いつもやっぱり鶏食べちゃったりねするので、初めて食べましたね、大分ラーメン。福屋さん、とっても美味しかったですね。紅生姜などの他にニンニクがあります。こうしてね、自分ですりつぶすことができるんですね。ちょっと片手でやるのはね、なかなか厳しいものがあるんですけど、こうしてね、自分でできるわけですから、好みのようにね、できます。さらにはね、柚子胡椒、ね、大分といえば柚子胡椒ですから、柚子胡椒もあったりしましたよ。同じく駅の1階にあるのがこちら、みのりみのるさんカフェになっています。いろいろね、ちょっとなんかお野菜とか果物を使ったドリンクがね、いただけます。以前ね、カボスのドリンク飲んでとっても美味しかったので、今回はね、ちょっと野菜ジュース的なものを頼んでみました。めっちゃお安いですよ、100円台で買えました。ようこそ大分。ちょっとね、せっかくこの集まる場所ね、やってきたので、大分から電車乗りたいと思います。駅長室がね、こんなに見える場所にあります。たまたまね、ちょっと電気がついてなくていらっしゃらない時だったんですけど、駅長さんがね、いらっしゃる時だと、もう丸見えなんですよね。すごいですよね、透明性がもうすごすぎます。さて、ちょっとね、何駅か乗っていきたいと思います、ね、電車の形もちょっと珍しい感じがします。九州のね、電車ということになります。今回はね、ちょっとこの黄色が印象的な電車に乗っていきましょう。こちらはね、九大本線という線になります。九大ってね、どういう意味なのかなということなんですけど、久しいという字に大きいという書きます。久留米の久と大分の大ですね。それで九大本線ですね。久留米と大分を文字通りつないでいます。この、ね、車窓を眺めながら、ね、ドリンクを、健康的なドリンクを飲むというのがね、とてもいい時間ですよね。揺られながら、結構ね、駅もそんなに大きなところを通るっていう感じではないので、ちょっとね、気の済むまで九大本線をね、ぐるっとちょっと大分市を回るような格好になりますので、しばらく乗っていてもそれほど遠くまでは行きません。バスに乗ってすぐに帰れます。電車だとね、やっぱり本数がちょっと少なめということもあるので、なかなかね、戻るの難しいのかなという感じがあります。すごい名前の駅です。古国府と書いて古郷。神津って駅ありますけどね、神津の神とね、全く同じ字なんで、神とか郷とかね、それで読むんだなということを学びました。さあ、これ以上乗ってるとね、さすがに大分に戻るのが大変になってきますので、戻っていきたいと思います。ちょっとね、この珍しい電車ともお別れです。さて、ちょっとね、バスなんか調べたら結構ありそうなので、ちょっとね、バス乗っていろいろ乗り換えてですね、ちょっと行きたいところがあります。大分名物もう一つね、制覇していきたいと思いますよ。やってきたのはこちら、鶴崎駅ですね。ちょっと立派な感じです。駅前のね、大通りはかなりチェーン店がね、いっぱい連ねるような大きな道でしたね。電車に乗って一駅移動していきます。大分名物でニラ豚というのがあるんですが、ご存知でしょうか。ニラ豚、ちょっと私はね、今回の旅で初めて知ったんですが、高城駅やってまいりました。この駅からですね、地元の方に愛される中華屋さんにてニラ豚がいただけるということなんですね。さあ、やってきました。ワンフーさん、王府じゃないですね、
ワンフーさんです。こちらのオープン時間に合わせてですね、ちょっと時間を潰してやってまいりましたよ。かなりのね人気店ということで、混まないようにね早めにやってきました。店内はこんな感じ、結構広いですよ。店員さんもかなりいらっしゃいます。さて今回はね、名物ニラ豚を頼んでいきましょう。いろんなねメニューあるんですが、やっぱり最初に来たらね名物を頼んでいきたいなと思います。唐揚げとかもね美味しいということなんですよね。やばい、ちょっと迷ってきたということで、私のようなね優柔不断な人にはぴったりのメニューがあります。セットでございます。ちょっとねニラ豚も唐揚げもとなるとちょっと欲張りセットになってしまいましたが、これでねワンフーさんの魅力をね一気に知ることができます。こちらが名物ニラ豚でございます。ニラとね豚が入っております。野菜が多めでね、ニラ豚というネーミングからするとね結構なジャンキーかなと思ったんですけど、結構ね野菜の甘みが前面に来るようなねお味で、すごくねジャンキーという感じでは全然なかったですね。美味しかったです。さらにはね唐揚げもいただいていきますよ。地元の方がねワンフーの唐揚げ美味しいということで、おそらくねこちらのことだと思うんですけど、やっぱりね大分風でからしをねつけてタレをつけて食べるということなんですね。さらには酢豚、これも美味しいですよ。野菜もねたっぷり入っています。お肉がねやっぱり迫力がありましたね。チャーシューもいただけてしまいます。大満足のセットでした。何を隠そうニラ豚はこちらのワンフーさんが発祥のお店なんですね。当然名店なわけです。お店をね出るときは待ってる方もねいらっしゃいました。もう駐車場もねいっぱい車止まってます。すごいですね。ちょっとね決して大分駅前からはね少し離れた場所ということで、大都会っていう感じではないんですが、大人気なんですね。こうしてたくさんのお客さん、おそらくね地元の方中心なのかなと思いますが、いらっしゃってるというお店でした。さあ今回は大分グルメ巡っていきました。いかがでしたか？動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。